まあ、今回初戦からもう何ですかね、元世界チャンピオンということでやっぱり当たっていくしかないと思うんで、まあ、自分のためにも頑張っていきたいと思います。まあ、これで勝ったら世界を取る気で、本戦はガツンと一発決めたいと思います。ドラゴンゲートより天田博美選手の入場です。逆輸入ファイターノブ林の欠場によって突然の出場が決まった天田博美。アンディ・フグという世界の壁に挑む。I think he tried to catch me with his punch, and I think I will try to catch him with my kicks. So I'm very wondering how he can take the kicks. So I look forward to watching. But I know I'm also gonna work in punching. So we will see.現在の安定感にかけてはアーツと並ぶ鉄人アンディ・フグ。トーナメントには絶対の強さを誇る。
元アマチュアボクシングチャンピオン天田のパンチの連打もアンディの鉄壁ガードの前では無に等しかった。攻撃を全て見切った後、華麗な大技で試合を決めた。例年に比べ下馬評の低いアンディだが、東京ドームではどこまで意地を見せてくれるのか。グランプリの雰囲気に飲まれることなく、自分から仕掛けていった天田の姿勢は評価できる。自信を持っているパンチにヘビー級ならではの破壊力がつくか、またキックによるオフェンスディフェンスを自分のものにできるか、天田の挑戦は始まったばかりである。Andy, congratulations. Hi, domo domo. It seemed like you didn't punch at all and you just kicked. Was that your game plan? I mean, he's a boxer, so I have to kick and see, make him a little bit tired and then make my job. So it's about the tactic, kick him and make the defense, let him come and make the counter. How was his punches? He threw a lot of punches. Yeah, he was good. So, I mean, this was only his chance he had. So you have to do his job. So. No, he did well, so it's well good. If you had a choice, who would you want to fight first round? Everybody. Maybe Peter. We never know. ケガの瞬間痛くなかったら大丈夫だった。すげえ頭から痛くなった。ダメでした。後からもね、本当にね、これ。バーンだったと、痛くねえじゃん。何かパンチがすごい。先生、先生、先生。先生。いや、まあ今日は思い切っていこうと思ってたんで、まあ、もうちょっと冷静に思い切っていきたかったですけど、まあしょうがないかなと思って、まあローキックの対処まだできてないなみたいな感じで思いました。あとまあサウスポーが初めてだってことでちょっとそれもあったんですけど、まあ自分なりには思い切っていけたんで、まあいいかなと思ってます。はい、かなりまたいいところにローキックが決まってたようなんですけど。そうですね、痛かったですね。なんか攻めることばっかり考えちゃって、パンチがもっと当たらないかと思ったんですけど、パンチが当たるんで、あ、いけるかなと思って行ったら、それが罠だったということに終わってから気づきましたね。はい。